ぶりの淡路花さじきと。やっぱり人が多い、もうすっかり人気のスポットになってますね。いい感じ。これを目とひまわり。あんまり咲いてないな。よいしょ。この辺は結構綺麗に咲いてる。いい感じだね。あ、すごい。あ、これ、いい感じ。じゃあ上の展望デッキからちょっと景色を撮りましょう。人は結構多いけど、まあ広いんでそんなに混み合った感じはないですね。これよいしょ。これ今いっぱい植えてんのかな。先にちょっと花咲いてるんでそれだけちょっと取っときましょう。これすごいひまわり畑。でこっちはまた別の花と。あ、すごいね。すごい。すごい綺麗な花が咲いてます。
通りしてる淡路カントリーガーデン、ちょっと今日は寄ってみましょう。大丈夫、これ、入園受付こっちやね、いう感じやね。おう、これ何やろ、なんかいい感じの建物。ん、マスクしてる、これ。ん、あ、なんかいいね、この感じ。ビール消えてます。コテージがあるのか、宿泊はこっちと。こっち動物園。うん、何回も前は通るけど入ったのは初めてと。お風呂もある、結構充実してるね、これ。でバーベキューハウス予約制。これはどっちでしたっけ、あっちバーベキューハウスって書いてんの、そうだ、こっちかな。なんか動物の匂いがしてきた。お、いてるいてる。鳥さん。あ、アヒルやん。うん、かわいい。うーい。こんにちは。うーい。よいしょ。ミニブタくんおんの？え？暑いから、部屋に入っとんかな？あ、おった。はい。ブタちゃん。お猿さん。でいろんなこう遊具があったりして、これは豚さん、豚さん多いね。豚は多い。あ、こっちも豚さん。ロバさん、ロバ。こっちはポニーかな。これ。あ、こっちはポニー。まだ上にもあるんかな。これこんな感じ。結構広いぞ。よいしょ。こっちは羊さんとかいてんのかな、なんとなく。あれ、そうかな。トカゲ行っちゃった。トカゲ。放牧場はこちらですよ。うん、どうだか、早く。羊さん。よいしょ。あ、羊さんとかヤギさんとかいてるのかな。こんな感じ。あ、こんにちは。こっち見てるわ。
龍馬、うん、で、あ、ヤギさんとか、うん、アルパカ、うん、アルパカさん面白いね。羊さん、モルモットのお家とウサギのお家。はい、あげて。出口、これ、あ、こっちだね。うん、これ、うん、野島動物園と、うん、結構楽しかった、うん、うん、で、こっちがお店ですね。ん、おぉ、なんかおしゃれ。これ学校だね、うん、昔の学校なのかな。この感じ。まあ今日はどこもいっぱいなんで、うん、本当ここは比較的空いてる感じと、うん、北段、震災記念公園、うん、おー、いいね。これ撮影スポットかな。ちょっと撮っとこう。あ、これ野島断層北段震災記念公園、日時計、オブジェっていうことね。うん、そういうことね。オブジェね。うん、これか。野島断層保存館。うん。ありのままに保存しました。うん。うん、いろいろと展示されてると。あ。すごい。これ
あ、こんなんやってるな。43号線かな、この感じ。うん、こんな感じやってるな。うん、これ地震があった時のあれやな。これこんな感じでね、これ阪神高速。うん、うん、こんなんやってんの。これな、ビルが倒れてもうてな、えらいこっちゃで。うん、うん、あ、伊丹駅がこうやったな。すごい、うん、潰れとったわ、そんな。うん、ああ、これか。うん、これ、野島断層そのもの。うん、これ当時の、うん、そのまま残ってるな。そうやな。うん、これが、当時10秒ほどでこんだけガッとずれたと。うん、まあ、すごいやっぱり力ですね。私も京阪神なんで、あれ学生時代ですかね、まともに食らいました。うん、本棚倒れてきて本に埋まったという。、うん、やっぱすごいですね。メモリアルハウス、これ円かな。え、これなんでしたろ。あ、当時のあれかな、地震にあった家を残してんのやろうか。テレビに映った、あ、保存してんな、その当時の。あ、これ、地震直後、これ、こんな感じ。綺麗な。そう。体験はできませんが、シアターは上映中です。うん、機械点検中のため地震体験はできません。あ、本当やったらここで地震の体験をすることができると。すごいね、こんなんとか。震災の、まあ、記録、残ってますんで、興味のある方はぜひいらしてみてください。さて、それじゃあ本日はそろそろ、戻ろうと思います。